スクエアエニックスプレゼンツドラゴンクエスト3。はい、皆さんおはこんばんちは、シュアですね。ここ最近ね、オープニングタイトル前のムービー長すぎるゲームばっかやってたんで、こんなすぐ来るとは思ってなかったんで、ね、即タイトルコール言うのも久しぶりな気がしますが、ということでね、今回プレイするゲームは、ドラゴンクエスト3、そして伝説への、プレステ5版ね、ドラクエ3の HD2D リメイク版になります。じゃあ、とりあえず丸と×がどうなってるか、とりあえず、×決定です、現在。言語設定、テキスト、日本語、いろいろあるね。メキシカン、スペイン語、そういうのもあるのか。ボイス、日本語。ひらがな設定、逆に読みにくい、しない。思ったよりオプションないな。ゲーム始まったらあるかな。では、冒険をする。冒険の書を作る。ね、3つかと思いきや9つ。ではね、普通に1で。名前、ね。勇者、これ、あれですね。小文字とかに変えるタイプじゃないね。これ、やちっちゃいよね。今、やちっちゃいよね。あぶねえ、あぶねえ。ずっとこれでいくことになるとこだった。キャラスタイルね。それじゃあね。俺は、男でいこうと思います。はい、声は檜山さんです。ひらがなモードにはしません。目的地マーカーはやってみようか。どうせルートなんか知ってるし。バッチリ冒険、茨の道、ね。楽ちんプレイ、茨の道はちょっと、敵が強くなって経験値やお金が減るって、それ、ただ、めんどくさいだけだよね。茨の道で敵が強くなる代わりに経験値やお金が多いですだったらいいけどさ敵強くなって経験値やお金が減るだけってもうそれ選ぶ意味あるっていうレベル、ね、ということで普通にねバッチリ冒険でいきます。はい、でオートセーブです。はい、ということで、まずはね、性格診断です。まあ、ここは正直、ゲームショーで体験させてもらったんで。聞こえますか？聞こえまーす。そう、こちらです。名前は自分で決めたんで、さすがに呼んでもらえません。三角で早送り、ね、もうこれ、やったんで。丸ダッシュ、B ダッシュ、バツダッシュの方がいいな。メニューはまだ開けない。ということで、おそらく、これもちょっとね、あれやらないんで、リセマラはやらないんで、誠の名前も、ね、ちなみにこれ、ホヨとかにしてるとね、ホヨヨ、ホヨヨって言われるんだよね。1月1日生まれです。これ関係あんのかな？俺は一応誕生日を公開しておりませんので、1月1日とします。行くぞ、ね。勝利は戦うことだ。剣の方が好きだ。空を飛べたらいいな。鳥は自由だ。生まれ変わるなら王族のこと。もちろんさ。失敗したら気にするに決まってんだろう。友達は多いんじゃないの？噂が気になるだろうが。楽しいことより悲しいこと。何だったっけ？シクシク、シク36で、ハッピーが葉っぱ64で合計100になるだっけ？じゃあ楽しいことの方が多いじゃん。最後の質問です。お、ゲームショーのやつと違うところに来たね。どうも。くっそ。ね、プレス5のコントローラーもね、これあるんです。右押して、スティックで右押してね。離した瞬間にこう、逆向くやつ。これ辛いな。ほら、結構あるわ。十字キーでやるか。迷いなされたかな？西、つまり左の方じゃな。そっちに行くのじゃ。
途中で岩があったらここまで押してきてくれんかの礼はするぞい。もうね、忘れた。昔はスーハミ時代にね、あれやったんだけど。おらリセマラはしませんということでね、ちょっと正直に。俺は持ってきてやったぞ。お礼の10ゴールドじゃ。はい、ありがとうよ。お。じゃあ、もう10ゴールドくれよ。は、わしは嬉しいぞ。お礼の10ゴールドじゃ。お、無限に稼げるじゃん。にしたって。もういいわ。20ゴールドもあれば十分やろ。これ持ってく？おら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 。さあ、あなたは何ですって言われるんだろうね。前やった時、あなたはエッチですで、セクシーギャルスタートしたんだけど、男なんで、おそらくセクシーギャルはないでしょ。さあ、結果発表。あなたはなかなかの見えっ張り。うん。いやー、誰にも見えっ張りなところはあるだろう。さあ、ということで、あ、16歳です。4歳若返りました。ね、すまぬ、すまぬ。もうゲームショーで見たんだよな。時間じゃ。はい。手動連打でいきましょうか。早く歩けよ。まあどうせ性格はすぐ変えるんでどうでもいいかな。起きなさい。起きなさい。CV 優勝。今日はとても大切な日。この日のためにお前を勇敢なさ。か。行くぞー。ちょっと。作戦。システム設定。バトルスピード。とりあえず一番初めは普通で。画面、明るさ、カメラ、普通。カメラ、距離、近め。普通と近めしかねえじゃん。ミニマップ、ミニマップ、FPS 優先。ボタンを探している。あ、BGM5 だ。すげえやりやすい。これは助かる。目的地ガイド、ゲームモード。便利モード。ダッシュボタンはデフォルト。あれ？ずっと走るでいいんだけど。振り仮名、ひらがな、言語、決定ボタン！キャンセルボタンと決定を入れ替えますか？もちろんさ。よし！あった。いやー、助かる。眩しい。行くぞー。まっすぐ歩けないんだけど。今ね、左スティックで動かしてんだけど、まっすぐ歩けねえんだけど。なんか斜めちょっと左上に歩こうとするんだけど。はい、私がシュウヤです。このね、自分の親父が死んだっていう報告のところに子供を立ち会わせる鬼畜王様。そなたの父オルテガ、しかしその父のはそなたなら敵を世界のだが、それだけはほとんどの人はバロモスが何かも分かってないんだよね。若き勇士、しかしここ仲間を見つけてね、装備を整えていくがよいと言ってくれるのが50ゴールドというね、
さすが王様。勇者殿、王のおっしゃると、そしてシズニー本来シズショ、はい、ということで、ね、もうゲームショーでやったところはだいぶ飛ばしましたが、しょうがないね。ねえ、こんなこと言っていいのか分かんないけど、どうせもみんなドラクエ3のシナリオなんか全部知ってるでしょ。俺も当然全部知ってる。で、さすがに、あのね、体験ではいかなかったんだけど、便利ボタンどこ？便利ボタンどこ？調べるとかの便利ボタンどこ？何もしなくても行く。ここ王様の部屋かな不敬だな。LR でね、回転したりはしません。そしてドラクエといえば本ですよね。性格変える本が、お城から西に海伝いを歩くと岬の洞窟がありますよ。ああ勇者様、早く平和な世の中にしてくださいね。まあ、知ってる人も多いと思うから、まあ、ネタバレもクソもなく言っちゃうんですけど、ここのね、城の地下からね、馴染みの塔へのね、通路が繋がってるんですよ。いやつまり王様は盗賊と裏で繋がっているということかな。まあまあ、旅人の服なんて、数ファミ、食堂に鍵かかってんだけど、どんだけ手癖悪いんだよ、この城の奴らは。ね、盗賊幕多も今は檻の中よ、わ。いきなり旅の扉があったのは 2?1 だっけ？盗賊の鍵ってバコタが持ってたんだ。お、これこれ！魔法の鍵かな。ファミコン、スーファミぐらいまでのね、ドラクエは、こう、初めの村にね、いきなりいい宝箱があるんだよね。魔法の扉や、魔法の鍵、最後の鍵取って、これを取りに来るときが一番楽しいんで。姫様？姫様？ドラクエ3に姫様っていたっけ？ね、地下の牢屋を見ましたか？スライムがいるんですよ。あれも罪人なんですかね。あ、これ仲間にできるスライムじゃない？で、こうやってみんなね、南の洞窟ね、南西に洞窟あるんだけど、それから、行けるっつってるんだけど、この城の地下から行けるんだよね。で、鍵取って帰ってくるルートになってるのかな。鍵かかりすぎだろ。いきなり小さなメダル来た。ガーターベルトを装備すると女の子はセクシーギャルに、男は、ムッツリスケベになれるんだったかな。セクシーギャルはめちゃくちゃパラメーターアップがいいんだけど、実は力と体力があんまり上がらないんで、RTA にはそんなに向かないんだよね。姫いたわ。どうやら今回は、アイテムがあるところはもう、まるって出てくれるみたい。ほら、こうやって出るみたい。で、L ボタンも、あれ、便利ボタンだね。正直ね、丸って両手使わなきゃいけないんで、左手だけで操作できる L か R、L2 が、ほら、L2 でできる。神田だって出てきたぞ、今。簡単だった。あの人が神田にやられるわけありませんって言ったのかと思ったら、全然違うかった。お鍋の蓋、うん、ね、ここから地下の牢にね、つながっているという。おい、あ、鍵なんて持ってねえんだろ、あっち行けよ。あの馴染みの塔の老人め、ね、牢なんかに閉じ込めておまけに鍵を持っていきやがって、ね、盗賊の鍵があれば赤い扉を開けられたんよ、チクショーと。
はい、ということでこっから敵が出た気がするんで行きませんけど、ね、じゃあ行きますか、ルイダの酒場に。ね、音楽のバランスはね、ちょっとどっかで、ね、動画編集するときにバランス考えて変えようと思いますんで、1回目は小さすぎる、大きすぎる可能性があるんで申し訳ございません。ということで基本的にチップスはそのまま飛ばします。気になった人は、一時停止をうまく使いな、調べるって出た。そんなんわからんやろ。ね、まあ、ファミコン、スーファミ時代の、ね、RPG は、そんなところにアイテムがあるのなんかわからんやろって場所に、普通にアイテムがあるんで。まあ、今回は盗賊を入れる予定ですんでね、その辺、わかるでしょう。嬉しい。旅の扉があったんですよ。うん。守りのため。あまり意味なかったな、この鍵。種のリセマラはね、セーブしてね、録画の尺外でしようかな。でも今作のセーブって王様じゃないのか、教会か。アリアハンの国は海に囲まれた大陸なのよ。アリアハンはオーストラリアじゃないんですよね。ラー大陸、ムー大陸、お祈りをする。あ、やっぱセーブは教会で、教会以外にもあるってことか。はい、とこれさ、お祈りをする、しません、やめると申される、あ、ないか。昔ね、このセーブしない間にじゃあ冒険をやめますかって聞かれるんだよね。なんとセーブをせずに冒険をやめると申すかってね、言われるんだよね。んで、こういうところにねアイテムとかあられるとね、もう正直やってられないよね。盗賊必須になっちゃう。町の中にいると魔王が世界を滅ぼすなんて嘘みたいだよね。アリアハンの人は結構バラモスのこと知ってるね、うん、ほとんどの人はバラモスのことなど知らずに釣ってたんだけどね。バグダという泥棒は人の家のタンスやクローゼットから物を盗んでいたそうだね。まあ俺もしますけど、時間が経つとやがて夜になります。とりあえずメダル王のとこ行きましょう。あ、ちゃんとランタン持ってる。俺がちゃんとクリアしたのはね、スーファミ版だけです。ファミコン版はね、データ飛びまくってバラモスより先に行ったことないし、ゲームボーイ版はやったことないです。さあ、商品リスト。トゲのムチ、革のドレス、からガーターベルト。で、これ取るまではあんまレベル上げしたくなかったんだけど。身につけると性格がセクシーギャルになるという下着ですが、ね、今回は性別がないので、タイプ A とタイプ B ですんで、もしかするとね、男もセクシーギャルになる可能性が。2ページ目。ハヤテのベスト。ドラゴンテール。やっぱ無知系が多いね。ホノブ、シップ、バスターウェップ。ドラゴンクロー。正義のソロ版、ドラゴンローブ。
グリンガムの鞭、蒼天の塔が、女神の盾、ということでかなり装備増えてますな。まあ、まずはガーターベルト欲しいですね。メダルおじさん、ね、王様じゃないね今回。よく来た。わしは世界中の小さなメダルを集めてるおじさんじゃ、ね、メダルを見つけてみたら褒美をやろう。お、もう早速持ってきたか。1枚だ。2枚になったら棘の鞭あげちゃう。これこの村出るまでに2枚目見つかるか。アリアハン、町の西をぽっかりと浮かぶ島は見なさったか。あれが馴染みの塔じゃ。ドラクエ4個まではね、初めて来た気がしないってよく言われてる、ネタにされてるけど。さあ武器屋、 RTA とかだったら防具全部売ってね、銅の剣とか買うんだよね。ということで銅の剣180、なかなか高い。ブロンズナイフコンボ、やっぱり回ると結構時間かかるな。道具屋、うん、薬草、ヒノキの棒、お鍋の蓋、キメラの翼。小さなメダルもう一枚見つけてスタートしたいよね。革のムチ欲しい。革のムチ、一生使われることのないアリアハンの宿屋ですね。自宅あるんでね。いや、くそ。小さなメダルをよこせ。話す。俺は海の向こうに行きたかっただけなのに。魔法の玉を失敗したんだ、ね、うん、OK かな。武器屋、宿屋、道具屋、あとは自宅、そしてルイダの酒場。あ、こんなところでもセーブできる、便利。ノラの、ノラの神官がいますわ。ノラ神官が。はい、自宅。挨拶できたよ。何もしてないのに一日が終わった。いやー、まだ何もしてませんけど。で、自宅。おじいちゃん、2世帯住宅ですね。よっ、じじいのへそくり、超うめえ。序盤金ないからさ、この50ゴールドかなりでかいぜ。大事に使わせてもらいます。力の種。さあ、それでは本番始めますか。ルイダの酒場に行くぞー。もう一個メダルよこせや。まあ、おそらくレーベには1枚あるだろうからね。そしたら、行くぞ。